僕山ヤギ、新しいもの面白いもの大好き。みんなに僕が見つけてきたワクワクするものを紹介するよ。山ヤギの何これコレクション。今回来たのはこちら。ようこそ初デリへ。ここはエスパル本館地下にオープンしたばかりの青森県南部の味が楽しめる惣菜とお弁当のお店なんですよ。そうなんだ。青森県南部地方は魅力あふれる食材の宝庫なんです。初デリではそれらをふんだんに使い、和洋さまざまな料理にして提供しております。すごい。当店のおすすめはこちらの大鯖節。サバは味に定評ある八戸前よきそばを使用しており、脂が乗って美味しく焼き上がっております。うわあ、青森自慢の味をぜひかぶりついてお楽しみください。ワンダホー。青森県で生まれた新食材おからこんにゃくを使ったメニューもおすすめ。どれどれ。お肉のような食感、食べ応えがありながらおからとこんにゃくでできているので、低カロリー低脂質低塩分でヘルシーなんですよ。おハチデリではお肉や魚の代わりにおからこんにゃくを使用しているメニューも取り揃えておりますので、ぜひお試しください。レッツゴー。万歳。なるほど、今日分かったことは、ハチデリの料理で青森県南部の味を楽しもう。何これコレクション認定。次は何かな。